全場ゲートイン完了。係員は離れてスタートしました。ヘルプミー。好スタートを切りました。さてどの馬が行きますか。先頭を争うのは2頭パーソナルドクター横浜アロー。最後方を追走。後方集団も差を詰めてきます。先手を奪ったのはパーソナルドクター1馬身のリード。2番手から横浜アロー。その後ろは4馬身ほどの差で命の源。その後ろには5頭ほどが一塊。内目をついてゴールインダウン。直線に入りました。サイコミラージュ外をまくって差を詰めてきました。パーソナルドクター後続に1馬身半のリードを取りました。ヘルプミー。半馬身のリード。2番手サイコミラージュ。3番手ゴールインダウン。4番手にはリブンジェット。5番手命の源ヘルプミー。後続に1馬身半のリードを取りました。2番手にはゴールインラブヘルプミー。ヘルプミー今ゴールイン。ヘルプミー強かった。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。ブラインサーベル。まずまずのスタート。半馬身ほど抜け出しました。さあ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはブラインサーベル。半馬身のリード。2番手ユイが独走。クトポリス。さらにすぐ後ろからは3頭並んで3コーナーカーブ。内ホーミングゴースト。中にノアライセンス。上がっていったのは2番ブラウンドレッサー。さてこの辺りから各馬動き始めます。依然として先頭はプレジャーランド。リードを広げます。2番手にはスペリオルワン。その外にはユイが独走。さらにすぐ後ろからは2頭並んで内を追走するのはギガリバーレ。外にはコンパクトポリス。残り 400m。 これから直線の攻防に入ります。ブラウンドレッサー懸命に差を詰めてきている。プレジャーランド4馬身のリード。2番手にはスペリオルワン。中をついて上がってきました。ホーミングゴースト。外にはギガリバーレ。プレジャーランドリードは5馬身。残り 100m。 2番手にブラウンドレッサー。プレジャーランドプレジャーランド1着でゴールイン。プレジャーランド逃げ切りました。全馬ゲートの中体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さあ先手を伺うのはどの馬か。先頭を争うのは2頭テンマイユ。セブンターバ。3番手にダンシングモード。ほとんど差はなく4番手にグローリーフェア。そのうちにジャスミンポンド。さらにすぐ後ろからは2頭並んで内スペシャルブルース。外リストトーン。後方にアルバートハーツ。1頭ポツンと離れて最後方追走はジェットプリーズ。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。セブンターバ1馬身のリード。2番手からダンシングモード。グローリーフェア。3番手から4番手にジャスミンポンド。その後ろは3馬身ほどの差でターンカーン。その後ろは2馬身ほどの差でリストトーン。ほとんど差はなく6番テンマイル。その後ろは2馬身ほど離れてスペシャルブルース。後方から2番手にアルバートハーツ。1頭ポツンと離れて最後方追走はジェットプリーズ。3コーナーカーブ。さて先頭に戻りましょう。先頭を行くのはセブンターバ。2番手からダンシングモード。その差1馬身半。3番手グローリーフェア。そのうちにテンマイル。その後ろは2馬身ほどの差でジャスミンポンド。後方集団も差を詰めてきます。先頭はセブンターバ。2馬身のリード。ダンシングモード2番手を追走。上がっていったのは6番テンマイル。第4コーナーから直線リストトーン。中をついて差を詰めてきている。テンマイル抜け出しました。2番手セブンターバ。3番手にダンシングモード。4番手からジャスミンポンド。内ターンカーン。外からジェットプリーズ。テンマイル1馬身のリード。2番手からセブンターバ。テンマイルリードは1馬身半。2番手にセブンターバ。テンマイル後続に1馬身半のリードを取りました。テンマイル1着でゴールイン。テンマイル強かった。
全馬ゲートに収まっています。スタートしました。記憶の彼方、好スタートを切りました。さて、どの馬が行きますか。先手を奪ったのは記憶の彼方。リードはハンバシン。2番手にガールハント、3番手にエドモホイラン。ほとんど差はなく2番小屋指姫、後方から2番手シネマパラダイス。まだどの馬にもチャンスはありそうだ。先頭を行くのはエドモオイラン、2番手記憶の彼方、その差半馬身。上がっていったのは7番スタミナマックス。第4コーナーから直線、後位には人気のガールハント。先頭はスタミナマックス。後続が迫る。ガールハント抜け出しました。2番手親指姫、先頭を追います。親指姫抜け出しました。2番手からガールハント、その差1馬身半。親指姫先頭、その差を広げます。2番手にガールハント、親指姫先頭、その差を広げます。親指姫、親指姫リードを広げて5位。親指姫勝ちました。体勢が整ってスタートしました。バラバラっとしたスタートです。さて、どの馬が行きますか。先手を奪ったのはコア。さて、先頭に戻りましょう。先頭はコア。後続にイバシンのリードを取りました。2番手カモンレディ、3番手ナイジェルスリー。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、3コーナーカーブ、内にはトロットブレイブ、外を追走するのはステッピングワゴン。ほとんど差はなく5番ウィングゼロ。上がっていったのは9番プライマリグループ。その外には4番オメガスタイ。プライマリグループ外をまくって上がってきました。先頭を争うのは2頭コア、カモンレディ。3番手からトロットブレイブ、さらにすぐ後ろからは2頭並んでナイジェルスリー。内を追走ナイトオブラウンド。外から残り 400m。 第4コーナーから直線、プライマリグループ外をまくって上がってきました。コア、リードは1馬身半。2番手トロットブレイブ先頭を追います。内からナイジェルスリープ、2着を切りました。外にはナイトオブラウンド、先頭はトロットブレイブ。2番手ナイトオブラウンド、プライマリグループ抜け出しました。プライマリグループ差し切ってゴール。プライマリグループ強かった。全馬ゲートイン完了。係員は離れてスタートしました。ホリデーシューズ好スタートを切りました。さあ、先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはセブンターバ。リードを広げます。セブンターバ。2番手にはダンシングモード、その差半馬身。ほとんど差はなく3番手ホリデーシューズ。その外には記憶の彼方、3コーナーカーブ。5番手には阿部の天狗。その後ろは4馬身ほどの差でリップルレーザー。その後ろは2馬身ほどの差でマラカス。そろそろ各馬差を詰めにかかります。先頭を行くのはホリデーシューズ。2番手からセブンターバ、その差2馬身半。3番手ダンシングモード、記憶の彼方、4番手を追走。5番手からリップルレーザー。直線に入りました。人気のアスクミー、まだ後方です。ホリデーシューズ後続に1馬身半のリードを取りました。2番手セブンターバ差を詰める。3番手にはダンシングモード、200を切りました。セブンターバ抜け出した。2番手からホリデーシューズ、3番手ダンシングモード、セブンターバ1馬身半のリード。セブンターバリードを広げてゴール。セブンターバ強かった。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。ややばらけたスタートになりました。さて、どの馬が行きますか。先手を奪ったのはエドモオイラン。リードを広げます。2番手手にムーアショック。後方集団も差を詰めてきます。
然として先頭はボーイミーツガール、リードはハンバシン、2番手にガールハント、その後ろは2馬身ほどの差で江戸の花魁。これから直線の攻防に入ります。5位にはガールハント、先頭を争うのは2頭、ボーイミーツガール、江戸の花魁。内をついてスタミナマックス、連れて外からボーイミーツガール、バルダーステイル上がってきている、バルダーステイル抜け出した、2番手にスタミナマックス、200を切りました。アイアンキッド、リードは1馬身、2番手バルダーステイル、アイアンキッドリードを広げます。アイアンキッド、アイアンキッドリードを広げてゴールイン、アイアンキッド強かった。ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さあ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはブラインサーベル、リードを広げます。2番手にはユイが独走、行くのはホーミングゴースト、ブラインサーベル2番手を追走、その差半馬身、スペリオルは3番手から、その後ろは4馬身ほどの差でユイが独走。 1000m を通過、64秒です。3コーナーカーブ、上がっていったのは1番キャッスルレディ、後方集団も差を詰めてきます。先頭はブラインサーベル、2番手ホーミングゴースト、その差半馬身、その後ろは2馬身ほどの差でスペリオル1、そのうちにキャッスルレディ、5番手にはターフ奇跡、ほとんど差はなく8番ユイが独走。残り 400m、 これから直線の攻防に入ります。ストローブレイド差を詰めてきている、ホーミングゴースト後続に1馬身半のリードを取りました。ブラインサーベル抜け出しました。2番手キャッスルレディ、差を詰めるキャッスルレディ抜け出した。2番手にはブラインサーベル、3番手にはホーミングゴースト、キャッスルレディ差し切ってゴールイン、キャッスルレディ強かった。全馬ゲートイン完了。係員は離れてスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さあ先手を伺うのはどの馬か。先頭は内からオードリークーポン、ロックルー、ブラッド、ほとんど差はなく4番手からブラッドヴァンパイア、5番手からオードリークーポン、その外にはグランドクーリー、温泉ツアー懸命に差を詰めてきている。依然として先頭はリサイタルツアー、1馬身のリード、2番手からロックルー、ほとんど差はなく3番手にはエスニックスタイル、4番手オードリークーポン、まもなく直線コースに向かいます。ツバメ王外をまくって上がってきました。リサイタルツアー抜け出しました。2番手からロックルー、3番手にエスニックスタイル、ツバメ王差を詰めてきました。ツバメ王抜け出しました。2番手からリサイタルツアー、ツバメ王先頭、その差を広げます。2番手にリサイタルツアー、ツバメ王リードを広げます。ツバメ王、ツバメ王リードを広げてゴールイン、ツバメ王快勝。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。ややばらけたスタートになりました。さあ先手を伺うのはどの馬か。先頭は内からサンライズバーゲン、ステイフライヤー、外にヤマト大帝、ほとんど差はなく後方から2番手フリーゴッデス、わずかに最後方はマジックフォースという体勢です。後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。先手を奪ったのは濃い小枯れ、2馬身半のリード、2番手にアンダーザガード、直線に入りました。テイクマイハート先頭を追います。先頭は濃い小枯れ、粘れるか。2番手北の早風差を詰める、3番手にはテイクマイハート、先頭は濃い小枯れ、2番手に濃い小枯れ、その差半馬身、親指姫差を詰めてきている。テイクマイハート上がってきました。内にはステイフライヤー、外フリーゴッデス、残り 100m、 親指姫リードは1馬身半、親指姫差し切ってゴールイン、親指姫強かった。
全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。バラバラっとしたスタートです。さあ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはガールハント、リードはハンバシン、2番手からボンバヘッド、3番手記憶の彼方、その後ろには2馬身のリードボーイミーツガール、2番手を追走。これから直線の攻防に入ります。5位人気のボーイミーツガール、ガールハント、ハンバシンのリードボーイミーツガール、抜け出した。2番手にガールハント、3番手にはメルティメモリーズ、4番手レインボーベル、5番手にはボンバヘッド、ボーイミーツガール、リードはハンバシン、メルティメモリーズ、抜け出しました。2番手にボーイミーツガール、メルティメモリーズ、後続に1馬身半のリードを取りました。メルティメモリーズ差し切ってゴールイン、メルティメモリーズ勝ちました。全馬ゲートイン完了。係員が離れてスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さてどの馬が行きますか。先手を奪ったのはダンシングモー、リードを広げます。2番手にはアンコーナーカーブ、外からアスクビー、その後ろは3馬身ほどの差でテンマイル、さらにすぐ後ろからは12番ハーンカーン、ほとんど差はなく10番ジェットフリーズ、その外にはエレメンタルセンス、アスクミー、外をまくって差を詰めてきました。アナを行くのはエンドロール、1馬身のリード、2番手にグッドアスペクト、3番手ダンシングモード、後位にはエドモオイラン、その後ろは2馬身ほどの差でジャンヌダルク、残り 400m、 これから直線の攻防に入ります。ニュースキャスター内をついて上がってきました。グッドアスペクト2馬身半のリード、2番手にエンドロール、中をついて上がってきました。ニュースキャスターマイル上がってきている、阿部の天狗上がってきている。ニュースキャスターリードは1馬身、2番手は接戦。ニュースキャスター、ニュースキャスター、差し切ってゴールイン。ニュースキャスター人気に応えました。完了。体勢が整ってスタートしました。シンプルパスタ、まずまずのスタート、半馬身ほど抜け出しました。さあ先手を伺うのはどの馬。アレンジストーリーという体勢です。これから3コーナーに向かいます。さて先頭に戻りましょう。花を行くのはシンプルパスタ、2番手は5馬身離れて13番パラダイスフェイム、ポストアライバル、いい足で差を詰めてきました。先頭を行くのはシンプルパスタ、2番手は5馬身離れて12番シアターエリア、ほとんど差はなく13番パラダイスフェイム、まもなく直線コースに向かいます。ポストアライバル外をまくって差を詰めてきました。シンプルパスタリードは5馬身、2番手からシアターエリア、3番手にパラダイスフェイム、シンプルパスタ先頭、その差を広げます。2番手にはシアターエリア、シンプルパスタ4馬身のリード、2番手からスタッフオフィス、シンプルパスタ、シンプルパスタ1着でゴールイン。シンプルパスタ逃げ切りました。全馬ゲートの中、体勢完了。スタートしました。バラバラっとしたスタートです。さあ先手を伺うのはどの馬か。先頭を争うのは2頭、記憶の彼方、ガールハント、3番手ボーイミーツガールマックス、これから3コーナーに向かいます。その後ろは3馬身ほどの差でレインボーベル、その後ろは3馬身ほどの差でボンバヘッド、上がっていったのは9番パワースマッシュ、その外にはファイヤーボム、ビークパスタイ、じわっと上がってきている。先頭を行くのはボーイミーツガール、リードは1馬身ガールハント、2番手を追走、ほとんど差はなく9番パワースマッシュ、まもなく直線コースに向かいます。黒い帽子ピークパスタイム、中段から先段に向かって差を詰めてきました。ボーイミーツガール、1馬身半のリード、2番手パワースマッシュ、差を詰めるパワースマッシュ、抜け出しました。2番手からヘルプミー、3番手記憶の彼方、4番手にボーイミーツガール、ヘルプミー、抜け出した。2番手パワースマッシュ、あと100を切りました。3番手に記憶の彼方、ヘルプミー、差し切ってゴールイン。ヘルプミー勝ちました。
全馬ゲートイン完了。体勢が整ってスタートしました。おっと1頭出遅れた。14番カルデラボルケーヌ、さあ先手を伺うのはどの馬か。先手にはマラカスほとんど差はなく、6番ミスティツリー、2コーナーカーブ、パーティーホール、後方から2番手を追走。わずかに最後方はプレジャーランド、グリップエリア、後位を追走。さらにすぐ後ろからは2番トレントスリーブス、その後ろは2馬身ほどの差でマラカス、その後ろは2馬身ほどの差でカルデラボルケード。3コーナーカーブ、後方から3番手にパーティーホール、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にはブルドックバンチ、ミスティツリー、外を追走。そろそろ各馬差を詰めにかかります。花を行くのはキャスティング、2番手にプレジャーランド、その差1馬身、その後ろは4馬身ほどの差で英雄ハーモニー。残り 400m、 間もなく直線コースに向かいます。グリップエリア外をまくって上がってきました。キャスティング、半馬身のリード、プレジャーランド抜け出しました。2番手からキャスティング、3番手英雄ハーモニー。残り 200m、 プレジャーランド5馬身のリード、2番手エンジョイ、プレジャーランドリードは5馬身、2番手からエンジョイ、プレジャーランドリードを広げてゴールイン、プレジャーランド快勝。